中学校2年生の皆さん、こんにちは。これは5月14日、木曜日の英語の授業動画です。おそらく、今日あたりですね、非常事態宣言が、解除されてですね、そして、学校の方も来週ぐらいから自由登校という形で、始まるのではないかなというふうには思っています。塾の方もできるだけ早く通常授業を行いたいというふうに思っています。決まり次第またね、連絡をします。それから、感染予防を十分した上でですね、塾の方に勉強しに来てくれるのは一向に構わないですから、今日でも明日でも、日曜日はしていませんけれども、他の日、家で勉強しづらい人はですね、塾に、大体朝から空いていますから、塾の方に来てですね、勉強する、質問をする、そういうことをしてくれていいと思います。はい、それでは最初に、単語テスト、参考テストの方をやることにしますけれども、今日は、第3回ですね。ホライズンの方の人は10ページということですけれども、これ前回、5月11日の授業動画の一番最初のところで、単語の解説をしていますから、それを確認をして、それからやってくれるといいと思います。それから、クラウンの人は、今日は25ページから32ページの日本語の方を英語にする。難しい単語たくさん出てましたけれども、そちらの方を、やってください。で、これについては前回、単語だけの動画をアップしていますから、それを見て発音なり意味なりを確認してからやってくれるといいと思います。一個だけですね、前回ですね、こういう単語があったと思います。ちょっとここに書きますけど。はい、多分ね、僕が発音したのは、エベントと発音したと思いますけれども、みんなの本見ると、ここにアクセント、エベントとなってます。これ、行事だとか、事件だとか、出来事という意味ですけどね。ここにみんなの本見るとアクセントついてるんですけど、実はまあ、アメリカ英語はこっちのようで、イギリス英語は前のようなんで、今ほとんどね、教科書、アメリカ英語ですから、エベント、事件、それとか、行事、学校行事ですね。What event do you have in Japan? とかね、そういう風な、言い方の、event です。で、発音の方一応こっちにしておきますね。アクセントの方ね、event。はい、それでは、動画を止めてですね、それぞれ、単語テスト、それから作文テストもしてみてください。はい、じゃあ、単語テスト、作文テストができた人、今日はもう書かなくていいです。これを全部読んでみてくださいね。黒板に書いてあるものを読んでみてください。おそらく、まあ簡単なんじゃないでしょうか。ちょっと、この辺、混み合っとね、まあ読めますね。まあ読んでみてください。ずーっと全部。さあどうですか？まあ最後の辺も詰まってるけど、少しずつ読んでみてください。じゃあ、動画を止めて、ね、止めるといろいろ出るのかな？どうだろう？動画を止めて読めるかな？少しまあ時間、取りましょうか。どうでしょうか。一応簡単で、おこれくらいはできるわと思ってくれてないですかね。はい、最初のところこれ表題です。What do you want to be? What do you want to be? 君は何になりたいのかな。あなたは何になりたいのかな。ここから一緒に読んでね、訳していきたいと思いますけども、I want to be a garden designer。私はこれ、ね、リリーさんという女の子らしいんですけどね。私は庭をデザインする人。まあ、園芸家ですかね。ちょっとよくわからないし、日本語にないですけどね。まあ、庭を、作る人ね。園芸家。園芸家って言葉あるのかな。
要するに庭をデザインする人になりたいです。I like gardens. 庭が大好きです。まあ、大丈夫だよ。庭が好きです。I like design too. 私は、設計することも好きです。I want to design nice gardens. 私は、素敵な庭をデザインしたいのです。ね、I want to 何々動詞の原型。これ原型がまだ分かってない人おるよ。ここね。ここ原型ですよね。こういうね。不定詞なわけなんで、これ原型です。もう原型ってのは分かってない人がまあ何人かいたような気がしますけどね。私は、素敵な庭をデザイン、設計したいです。次は翔太くんらしいですね。翔太くん、翔太くんね。I want to join the baseball team. 野球部にジョインは参加する、入りたいです。僕は野球部に入りたいです。I like baseball very much. 野球が大好きなんです。I want to study hard too. study hard だったかな。ちょっと待ってくださいね。study 何かが、イングリッシュかなんかあったのかな。翔太くん、翔太くん。ちょっと待ってくださいね。すいませんね。あ、すいません。これ、イングリッシュが落ちてますね。すいません。ここね。ここにイングリッシュが入ってました、実際には。翔太くんね。僕はまあ野球部に入りたいと。野球が大好きです。I like baseball very much. I want to study English hard too. 英語も一生懸命勉強したいです。なんでかっていうと、I want to be an elementary school teacher. Elementary school は小学校です。小学校ね。これ小学校。中学校はジュニアハイスクールだったですね。小学校は、まあ一応、elementary school。I want to be an elementary school teacher. 小学校の先生になりたいんです。I like school lunch. 給食じゃね、スクールランチってね。給食が、大好きです。給食が大好きなんですよ。これ翔太くんですね。塾の翔太くんいましたね。まあいい。はい、次。次は、Hello, I'm Onji from South Africa. こんにちは。私は、南アフリカの、Onji です、ね。I want to study math hard in junior high school. 私は中学校では数学を一生懸命勉強したいです。I want to be a doctor in the future. In the future, この前から何個か出てきてますね。将来は、お医者さんになりたいんです。I want to help sick people. 病気の人を助けたいんです。What do you want to be in the future? 皆さんは、将来何になりたいですか？まあ、もうちょっとあるんですけどね。まあ、今この3人のね、考えをね、こう、書いたものをちょっとね、黒板に書いてみたんですよ。簡単だったですね。どうでしょうか？これもし難しいという人がいると、厳しいというふうに思います。これ何だと思いますか？はい、ここに、用意をしています。ね。Here we go! ね。見てください、これ。小学校6年生。今年から小学校5年生、6年生ね、学校で英語が教科として、中学校のようにですね、勉強するようになったわけです。君たちの時には、総合かなんか、まあ、英語の時間ちょっとありましたけど、あれじゃないですね。この中学校のように、歩みの中にね、高校算数、理科社会、音楽、体育、図工、家庭科でしたか、その次に英語っていうのがあるんですね。そして、多分評価がつくんですね。その教科書です、これね。これ小学校6年生の教科書。その小学校6年生の教科書、ね。これ今翔太くんのところですけども、ちょっと光って見えないかもしれないですけどね。ちょっと、これ翔太くんのところですね。こんな感じですね。それから、オンジさんのね。オンジさんのこんなですね。
その隣には、エリック君の、サッカー選手になりたスペインのね、エリック君の、ね、こんなのが。まあ、考えてみれば、君らが中学校入って英語勉強を始めて、1年間やって2年生の初めで、まあ、不定詞をまあ習ってるわけですけども、小学校5年生から始めた、人がですね、6年生になってこれくらい習うのは当たり前のことですね。これ小学校6年生の分ですよ。ね。で、各練習も出てきてますけど、ね。そういうことで、君たちより2つ下の学年の人は、もう英語をね、かなりね、やっていくと。ずっと言ってますけれども、日本はなんか不思議な国でですね、英語ができないと、大学入試突破できないという、そういう国なんですね。だから、いや、僕は数学とか理科得意だからね、理系に進むんだと。ね、エンジニアになるんだと。まあ、この、恩師さんじゃないけど医者になるんだと。もう医者なんかは英語できないと話にならないですよ。ね。まあこれはでも考えてみれば理由があると思いますね。ちょうどね、一律講座でこの間授業してて思ったんですけども、まあ日本の食料自給率40%ですね。食料自給率40%。ね、みんなが食べてるうちのですね、5分の2は国内だけど5分の3は輸入ですよね。輸入してる食べ物ですよ。ね。それから、エネルギー資源。エネルギー資源約90%は、輸入なんですね。自給率10%切ってます。9点何パーセントが日本のエネルギー自給率です。だからこうやって電気だとか、車走らせてるとかですね。そういうふうなものも、ね、これ、ほとんど外国に頼ってるわけです。特に、石油セクター天然ガスですよね。この化石燃料と呼ばれるものは、ほとんど99%とか98%を輸入に頼っているわけです。ということは日本はやっぱりね、国際社会の中でしか生きていけない。そうすると世界標準語である英語がある程度わからないと、なかなかね、自分の思ったようなことができないと。そして君らの時代になるともっともっとそれが進んでいくということだろうと思います。だから、この動画授業だって始めるときに、ね、今がチャンスだと。ね、これ休みがチャンスですよ。英語好きな人はいいと思いますね。どんどん伸ばしていってください。だけど、英語好きでない人いると思うんですね。好きだけれども書いたりはできない。ね、そういう人いると思うんですね。僕なんかもう英語があんまりもう好きじゃなかった。もうちょっとね、それなりに言うのどうかなと思うんだけれども。で、まあ、英語できればいいなと、今も思っている。ね。英語好きでない人、これチャンスだったんですね。まあもうそろそろ学校が始まるということだけれども、まだまだね、挽回するチャンスはあると思うんですね。しかも下の君たちより2つ下の学年の人は、もう君たちと同じぐらいのレベルで小学校になるんだと。こういうことです。もう一回ざっと読んでみてください。スラスラっと、まあできる人は全然問題ないと思うんですよね。 What do you want to be? 何になりたい？ I want to be a garden designer.I like gardens. I like designs too. And I want to design nice gardens. まあ、優しいですよね。小学校6年生なんだから。これ、リリーさんね。で、翔太君。I want to join the baseball team. 野球部に入りたいんだ。I like baseball very much. 野球大好きなんだ。I want to study English hard too. 英語も、一生懸命勉強したい。どうしてかっていうと、I want to be an elementary school student. I want to be an elementary school teacher. 小学校の先生になりたいんだ。I like school lunch very much. 給食が大好きだからね。で、南アフリカのオンジさん。Hello, I'm Onji from South Africa. I want to study math hard in junior high school. 中学校では数学を一生懸命勉強したいと思っています。I want to be a doctor in the future. 将来医者になりたいからです。I want to help sick people. 病気の人を助けてあげたいんです。What do you want to be in the future?、将来皆さんは何になりたいですか?まあ簡単ですよね。でもこういうのをたくさんたくさんね、もういっぱい出てますね。その続きにはここにね、エリック君のね、サッカー選手になりたいっていうの出てるし。他にもね、出てましたよ。ね。
そして、なりたい職業としてもね、アーティスト、ね、芸術家、ね、アストロノート、宇宙飛行士、ベイカー、パン屋さん、バスドライバー、バスの運転手、シェフ、シェフですね、料理人、まあ、コメディアン、芸人さん、ね、まあ、こんなふうにいっぱいこう、やるようになっています。ね、これ、どれ、週に何回やるのかなと思ってますけどね。でも、結構分厚い、みんなと同じぐらいの厚さの方がですね、あって、小学校でやるわけです。ですか、英語好きでない人、ね、好きになってほしいし、それから、頑張ってくださいね。もう、小学校の6年生これだけやってるわけですからね。はい、じゃあ、今日の授業行きたいと思います。今日は、93ページからです。ノートにね、3回書いてもらうってやってますけども、1回でもいいと思うんで、1回でもいいからきちんと書きましょうね。ですから、この本やるだけじゃなくて、僕もこれからずっと黒板書いていきますから、みんなもノートに少なくとも1回、2回ね、書いてくださいね。3回書くと結構しんどい感じもしますから、1回でいいですからきちんと書きましょう。宿題でしたから答えませんですよ。宿題やってない人、今止めて必ずやりなさい。ね、わからないところはすぐこれで答え合わせできるわけだから、今動画を止めてやりなさい。はい、じゃあ、93ページの7番からやってみますよ。次の文を括弧内の指示に従って書き換えなさい。ちょっと黒板消す前にね、動画がよく切れるんでね、確認しておきます。はい、大丈夫ですね。動画がね、よく切れてるの困ってるんでね。だからはい、河川部を非に変えて、これ非にすると、主語が三人称単数ですから、likes と s がつきますね、ここね。何が好きなのか。ボランティア活動をすることですね。to do volunteer 、work ですね。これ不定詞の名詞形ですね。to do、ボランティア、ですか。He likes to do volunteer work. はい、ボランティア活動をすることが好きです。ですね。あとでね、これ書いてくださいよ。ノートにね、全文。ここに書くだけじゃなくて、ノートに書いてくださいね。で、ノートを単語と一緒に提出 してくださいね。次、下線文を yesterday に書いた文です。はい。過去形になりますから、ういですね、ここね。we went. はい、いいですか、これ、go の過去形。何回か出てきてますけどね、go の過去形ですよ。to the library. えー、図書館ですね、図書館。we went to the library. 何しに行ったのか。ね。これ、不定詞で説明するわけですね。to study English 機能僕は、英語の勉強をするために、昨日図書館に来ました。いいですね、何とかやってますけどね、この To study English はこの言ったを説明をしているわけですよね。いいですか？ですか、私たちは昨日、英語の勉強をするために図書館に行ったんですよっていう文です。No.3。これはもう覚えなきゃしょうがないですね。ここに入るんでしたね。ここに。何とかスイングっていうのは、この何とかスイングっていうのは後ろから説明する。I want something hot. なんか欲しいんだ。
ハーター、熱いものが。どんな熱いものかというと、食べる。ということで、私は何か、熱い食べ物が欲しいです。I want something hot to eat. I want something hot to eat.私は何か、熱い食べ物が欲しいです。いいですね。この to eat は、この something を説明をしているわけな、こういうふうに。いいですか？で、次4番。疑問文に。過去の一般動詞の疑問文ですから、did ですね。Did Ken? Did Ken try to use the internet? Internet. はい、インターネットは座をつけて大文字で書くのが普通ですね。どうした？ Did Ken try to use the internet?ケン君はインターネットを使おうと、試みましたか？挑戦しましたか？普通の日本語にすると、ちょっとね、努力して、ね、ちょっと努力して何かをしようとするというのが try ですね。だから普通に訳すと、ケン君はインターネットを使おうとしたんですか？使おうとしたんですか？とこういうことですね。ちょっとめんどくさいから使わなかったんだ。いや、使おうとでもしたんですかみたいなことね。Did Ken try to use the internet? はい、これですね。これは、ことというやつですね。こと。これもことですよね。Ken君はインターネットを使うことを、試みたんですか？チャレンジしたんですか？ Did Ken try to use the internet?次、5番目。河川棒、これ、時を聞いてますね。時を聞いてるんだから、when ですね。it's。はい。で、疑問形になります。when did Mary start, to write poem?ポエムっていうのは詩のことですね。メアリーさんはいつポエムを詩を書き始めたのですか？これもことですね。書くことを始めた。When did Mary start to write poems? メアリーさんはいつ詩を書き始めたのですか？ですね、どうですか？はい、では8番の方に行きますよ。次の日本文に合う、英文になるように過去年の方を並び替えなさい。私はあなたと一緒に夕食を取りたい。何々したい。 I want to.夕食を取る。have lunch. eat を使ってある。have を使ってあるね。夕食ですから、dinner ですね。ね、with you。ね、I want to have dinner with you。私はあなたと一緒に、夕ご飯を食べたいです。数が合ってるかな。1、2、3、4、5。あ、すいません、これ、違ってましたね。間違えましたよ。この、want を丁寧にした言い方がありましたね。would like to。この、want を丁寧にした言い方ですよ。もし可能ならばっていうのが、はい、気持ちが入っているので、ですか。気持ちが入っているので丁寧なんですよ。ね、もし、できたらあなたと一緒に、夕ご飯が食べたいです。I would like to have dinner with you.
数が合ってるかな。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。合ってますね。いいですか？want と一緒ですよ。ね。意味はもう全く一緒だと思ってください。それを丁寧に言うと、want、何々したいを丁寧に言うと、would like to 何々と。こう思ってくれればいいです。I would like to have dinner with you. 次2番が、ね、彼らは部屋で新しい CD を聴き始める。何々し始めた。ここにありますね。start to ですね。はい、彼ら、they ですね。過去だから、started. これは、began も OK ですね。ここはどっちで started ですね。はい。listen to. listen to, the new CD.The new CD in the room. ですか？ They started to listen to the new CD in the room. 数合ってるかな？合ってそうですね。はい。じゃあ3番。あなたはどこに住みたいですか？どこですから場所、where じゃね。where。何々しないは want to の疑問形で、what do you want to? Do you want to 住むだから live。where do you want to,、where do you want to live?、I want to live in 福山みたいな。こんな言い方ですね。はい、じゃあね、ノートにちょっと練習してください。ですね、はい、ノートに練習してくださいよ。はい。じゃあ、消して8番の続きをやりますよ。いいですか？消すよ。ノート練習してくださいね。もう1回でいいですから。はい、4番いきますよ。私たちは、昼食をとるために、レストランに行きました。まずレストランに行ったっていうんですね。はい、過去形ですから、went ですね。さあ、I went to the restaurant.ね、そのレストランに行った。何しにかというと、to have, または eat ね。どっちでもいいですよ。eat lunch、ね。ここではどっちが使ってあるでしょうか。have が使ってありますね。はい。we went to the restaurant、ね。まず、レストランに行ったというわけですね。それから to have lunch。昼ごはんを食べるためにということですね。はい、じゃあ、5番、私はそれを聞いてとても残念です。現在形ですね。I am very sorry。 残念だった、 sorry ですね。どうして sorry かというと to hear that to、hear thatそれっていうのはここでは that ですね。ですか？ I'm very sorry to hear that. I'm very sorry. ね、まず、とってもね、残念だと言うわけですね。I'm very sorry. なんでか to hear that. それを聞いて。ね、聞くっていうのは動詞ですから、不定詞でこう、前を説明すると、こういう言い方ですね。次の6番。彼は今夜は何もすることはありません。何もない。He has nothing. 何もないと。ね。He has nothing. 何もないんだと。することは to do。ね。例えば、今日 tell me,
テレビで見るね、番組何もないとね。ということは、なると、I have no programs to watch. ね。見る番組が全然ない。on TV、テレビで。ね。いいですか？ね。よく言うね。今日も何もいいテレビない。何も見る番組ないよ。ね。ただ、I have no programs. 番組がゼロだと。ね。どんな番組か。to watch on TV。テレビで見ると。こういう優勝からこうくっつけてあげるわけですね。He has nothing to do. することが何もない。今夜でしたっけ？今夜、tonight。He has nothing to do tonight. 次、私にはテニスをする時間がありません。これはまあよく言うよね。時間がない。ね。I have no time. ど、何の時間かというと、play tennis。I have no time to play tennis.ね、こうなります。はい、じゃあ8番の方もですね、1回ずつでいいですからノートに書いてみてくださいね。I'd like to have dinner with you. They started to listen to the new CD in the room. Where do you want to live? No, for that, we went to the restaurant to have lunch. 5番目が、I am very sorry to hear that.最後、6番目が、He has nothing to do tonight. 最後が、I have no time to play tennis.、もし、ピアノを弾くだったら、play the piano. 楽器の前はザがつくんでしたね、スポーツの前は何もつかない。はい、それでは、94ページの方に行きたいと思います。はい、94ページね、動画を止めて、一度ざーっとやってみてください。一個ね、知らない表現が出てきてます。3番のカッコ3。これちょっとできないと思いますからね。94ページの3番のカッコ3。これ、まあ、後で説明します。できる人もいるかもしれないですけどね。まあ、とりあえずと動画を止めてやってみてください。はい。では、答え合わせしていきますよ。1番。次の文のどこに to を補うのが適切ですか？記号で答えなさい。読んでみますよ。I need a lot of money. たくさんのお金が必要です。何のためのお金か。これは新しい車を買うためのお金ですね。買うという動詞ですから、to をくっつけて、不定詞にしてお金の説明をしなきゃいけない。ということで答えは A になります。ですか ?I need a lot of money to buy a new car. どうですか少しずつ不定詞の感覚身についてますか ?I need a lot of money. たくさんのお金が必要だ。どんなお金か ?to buy a new car. ね。これ、動詞ですからそのままくっつけるわけにいかないわけですね。そこで、不定詞にしてくっつけてあげる。説明してあげる。もう一回いいですか ?I need a lot of money. お金がいっぱい必要だ。どんなお金か ?to buy a new car. 新しい車を買うための。で、はい、number two. Would you like something? 何か、必要です。欲しいですか、ね、丁寧に聞いてるわけですね。何か欲しいですか、hot, あったかい。で、drink.動詞ですから、あったかい飲み物っていう時には飲むための何かということですから、おのところに入ります。で、これは多分ね、相手にね、何か、飲み物、熱い飲み物が欲しいですかとこう聞いてるんですけれども、相手に物を勧める言い方ですね。あったかい、熱い飲み物はいかがですか ?Would you like something to, would you like something hot to drink?Would you like something hot to drink?こう言って、あったかい、飲み物いかがですかと言ってですね。How about something hot to drink? っていうのと一緒ですね。How about? はい、number three. I am very glad. Glad
ばハッピーと一緒ですね。とっても嬉しい。なんでか、そのニュースを聞いたので。ね、聞くという、動詞がありますから、そこに、to をつけて説明をしてあげる。答えは、A ですね。I am very glad to hear the news. ですから、ニュースを聞いて、私はとっても嬉しいです。I am very glad to hear the news. はい、次は、はい、4番。I want teach はすぐ来ないですね。これ教えることを希望しているということですから。I want to teach math at a high school. 私は高等学校で数学を教えたい。I want to teach math at a high school.私は高等学校で数学を教えたい。何々したい ?want to でしたね。はい、答え、いいです。はい、次、5番は、I need to が来ますね。to study foreign languages。foreign というのは外国です。ね。外国語を勉強すること。ことにするために、study の前に a をつけます。to study foreign languages is important。大切です。外国語を勉強することは、大切です。これ、B 動詞 is ですからね。直前が language と複数になっているからって言って、ああにはならないです。勉強することだから、ね、一つの事象ということになるので、単数で is です。to study foreign languages is important. はい、答え、あ。次は、my dream is、私の夢は、コンピューター、これ、だいぶ注意してくださいね。用という意味ですよ。コンピューターのような新しい、品物を作ることです。ちょっとライフ注意してくださいね。何々のようです。ライフいろんな意味があるんだけど。これ動詞ではないんですね。好きという意味じゃなくて、何々のようね。例えば、like this, このようみたいなの言い方もあるんで。教科書に何かあったと思います。ちょっと例文思い浮かばないですけどね。教科書になったんですがね。ここは、コンピューターのようなです。はい、いいですか、コンピューターのような new things, 新しいものを作る。これが、私の夢だ。でも、こう作ることにしなきゃいけないから、うに入ります。My dream is to make new things.Like computers. My dream is to make new things like computers.、僕の夢はコンピューターのような新しい品物を作ることです。はい。まあ、できたらでいいです。これもね、正しい文を一回作って、一回でいいから書いてみてくださいね。はい。今に行きますよ。次の、文の下線部と同じ用法、含むのやるで。これ、よく出てきてね、大抵みんな違うんですけど、違っても構わないです。正しい英文が、書けてですね、言えて、正しい、意味が分かれば、それで十分だと思います。はい、1番。I want to eat some sandwiches for lunch today. 僕は、今日、ね、お昼ご飯にはサンドイッチが食べたいです。ね、何々したい。ね、I want to, 何々と。何々したい。これは食べることを希望するということですから、まあ、名詞的用法と呼ばれるものですね。はい、あから、意味考えてみますよ。Let's go to the park to play baseball after lunch. はい、昼ご飯の後、野球をするために公園に行きましょう。これは、副詞的用法、目的っていうやつですね。野球をするためにということです。それでは、いいが、I have a lot of DVDs to watch. 私は、見るべき、ね、見たいと言ってもいいですけどね、見たい DVD がたくさんあります。そのまま訳すと、I have a lot of DVDs. 私はたくさんの DVD を持っています。どんな DVD か to watch. DVD 普通見るもんだから to watch.
くっつけなくても、でも、ね、まあ見たい。僕が DVD たくさん持ってるよって言って、言ってもいいし、僕がたくさん DVD やってそれ見たいんですよって、ね、そういうのと同じですよね。はい、ということでこれは、形容詞的用法、to watch は、数前の DVDs を説明してますから、形容詞的用法。Ken likes to read comics in his free time. Ken 君は暇な時、漫画を読むことが好きです。はい、これことですから、名詞的用法ということで、括弧1の答えは、う。ね、名詞的用法ということです。2番、My sister went to Canada. 私のお姉さんはカナダに行ったんですよ。To ski with his, her friends last January. この前の1月、ね、この前の1月、友達と一緒にスキーをするためにカナダに行ったんですよ。すごい豪勢でね。My sister went to Canada. To ski with her friends last January. ですか。お姉ちゃんは、この前のね、今年の1月でしょうね、多分今で言うとね、1月に友達と一緒にスキーをするためにカナダに行ったんですよ。すごいですね。はい、これは、副詞的用法、目的を表しています。そう、1番が、We are here to talk with you. 私たちはここにいる。To talk with you. あなたと話すために。あ、これ目的ですね。私たちは、あなたと話すためにここにいるんですよ。We are here, ここにいる。何のために ?To talk with you. あなたと話すために。はい、これが答えですね。文法の言葉で言うと、副詞的用法ということになります。一応残り確認しておきましょうか。Do you have anything called to drink?Do you have anything called to drink? これは、形容詞的用法ですね。飲むための anything、何か。あなたは何か冷たい飲み物を持っていますか？Do you have anything called to drink? ですね。この to drink は anything を説明しているので、形容詞的用法ということです。次が、I would like to drive to sea. 私は、海まで、車を運転することが、would like だから、まあ、した、want と一緒ですよね。海まで車を運転したいと。もしできるならばっていう気持ちですね。I would like to drive to the sea. 私は、海まで、車を運転したい。車を運転することを、できたら希望していますということで、これは名詞的用法。はい、答え、括弧の答えは、あ、副詞的用法だったですね。はい、じゃあ次、最後は、横浜 has a lot of good places to see. 横浜には、いい場所がたくさんあります。横浜 has a lot of good places. いい場所をたくさん持っている。どんないい場所か ?to see. 観光するのにね。横浜には、見ると、いい場所がたくさんあります。この to see は直前の places、場所を説明している形容詞用法ということになります。はい、あから確認しますよ。コージ tried to swim across the river last summer. はい。コージ君は、この前の夏、ね、この前の夏、このリバー、川を横切って泳ぐことにチャレンジした。名詞的用法ですね。ということで、これは泳ごうとした。ね。うまくいったかどうかわかりませんよ。ケンジ君は、この前の夏、この川を、ね、泳いで渡ろうとした。努力してすると try to なんですね。チャレンジするのが try to です。ね。はい。ということで、これは名詞的用法ということになります。次が、I'm glad to see you again. あなたに会えて I'm glad. 嬉しいです。私はあなたにまた会えて嬉しいです。ということですね。これは副詞的用法ですね。最後が、We don't have much time to stay here. We don't have much time. あまりたくさんの時間は持っていません。私たちにはあまり時間がないんです。ね。たくさんというほどはない。少しはあるのかもしれないですよ。not much とか not many はあまりないっていうんですね。私たちにはあまり時間がありません。どんな時間かというと、to stay here. ここに、滞在する。
ということで、私たちはここに、滞在する時間はあまりないんですよ。こういうふうになります。はい、この to stay は直前のタイムを説明してますから、形容詞的用法。はい、答えは、うということになります。ここの3番は、不定詞の形容詞的用法ということになります。はい、じゃあ、大きい3番。次の各文がほぼ同じ意味になるように、テクスル語を書けと。こういうことですね。はい、1番が、My brother went to France. 僕のお兄さんはフランスへ行った。He wanted to study music there. 彼はそこ、フランスですね。音楽の勉強をしたかった。だからまあ、音楽の勉強をするためにフランスに行ったという文を作ればいいんですよね。ね、to study music こうですね。 My brother went to France to study English 音楽の勉強するために行ったんだと、こういうことですね。まあ、これ消しておきましょうか。次2番、They didn't have any food at that time. At that time はその時ですね。彼らは、その時、食べ物を一つも持っていなかった。Not any は全く、ないということですね。So, they had nothing. 何も持っていなかった。ゼロのものを持っていた。何も持っていなかった。to eat.食べてもいいですよね。食べ物ということですか。to eat。これ、定詞の、形容詞ですね。この nothing を説明している at that time。話してください。at that time は、the に聞こえないですか。at that time。実際そうなんですよ、これね。that っていうのは that からできているんですよ。ね、ざっとって言ってるのがざになったんだと僕はまあ思って違うかもしれないですけどね。今、at that time っていうのは、at that time になるじゃないですか。おそらくね、そうなんですよ。だからそういう意味なんですよ、ざっていうのは。ね、その時のそのに当たるのはざですよね。はい、3番。純子 has a lot of homework to do today. 純子さんには、今日しなければならない宿題がたくさんあります。純子 has a lot of homework. 純子にはたくさんの宿題があるんだと。どんな宿題かと。to do today. 今日しなければならない。はい、何々しなければならないっていうのはね。これ、特別な意味だと思ってください。ね、これとね、have to 動詞の原型。発音はね、has to とね、こう強く言うので、ここは、部じゃなくて、不意なんで、have to。ね、もちろん、彼だったら、has to。こういう言い方があるんですね。で、これはまあ、不定詞というよりも、このね、have to 何々で何々しなければならない。has to 何々で何々しなければならないと。こういう熟語だと思ってください。そうすると、これ誰でしたっけ？純子さんか。純子さんは今日、たくさんの宿題をしなくてはいけませんという、そういう英文を作ればいいんで。これ知らなかったと思いますからね。3番ですよ。純子、has to do, a lot of homework today か。
ということですね。Junko has to do a lot of homework today. これも熟語だと思ってくださいね。ないないしなければならない。Junko さんは今日宿題をたくさんしなくてはいけません。ないないしなければならない。重要事項だと思ってくださいね。Junko has to do a lot of homework today. はい、じゃあ、4番。ちょっと、OK しますよ。あとざっとこっち帰ろうか。To study Japanese history is interesting.日本の歴史を勉強することは面白い。はい。Japanese history is an interesting subject. Subject 科目ですね。日本史は面白い、科目です。どんな面白い科目かというと、to study 勉強するのにと。こういうことになりますね。この to study がサブジェクトを説明をしているということですね。Japanese history is an interesting subject to study. Japanese history is an interesting subject to study. とこうなります。ですか。はい、じゃあまあ一応今日ここまでということにしましょうね。宿題95ページ。ちゃんとやりなさいよ。もう、そんな時間もあるわけだから。ね。95ページ。それから、不定詞のプリントの、3番、4番。もう、もうね、なんか、いつまで経ってもね、やらない。あ、忘れました。何してるんですか、今。もう家から出ちゃいけない。学校の課題の前ありますね。これはもうもちろんやらなきゃいけない。学校の宿題やるのに朝から晩までかかるんですか？何してるんだろうと思いますよ。ですから中学生の本文、中学生が一番にしなきゃいけないことっていうのは、これはもう勉強です。決まっているわけです。ね。もちろんね、普段部活の方がウェイトが高い人いる。それはまあそれも一つだと思うよ。だって今もう他にすることはないわけじゃないですか。ね、みんなのね、お家だってね、お父さんお母さんされること、ね、これは当たり前仕事だったりとか、家の、ね、家事だったりってことでしょ。誰だってまず最初にしなきゃいけないことがあるわけです。ね、物には順番があるわけですよね。いいですか？そこのところはよく考えてくださいよ。本当、ね、宿題プリントも出しに来てくれてる人数人しかおらん。いいですか？ね、ちゃんとやって出してくださいね。それから、塾の方は、近いうちに通常授業に、なると思ってください。いいですか？まあ、それまでは、まあ、動画でね、こうやって、やっていきます。これもね、いいところ、動画のいいところ、悪いところ、いいところって止めて、これずっと黒板、いつまでも残ってるわけですから、ね、後からゆっくりでもできるし、もちろん見直しだってできるわけです。見直しはする人いないですけどね。だからそういうふうに、うまくね、何でもいいことと悪いことがあるわけですよ。だからそのいいことをいつもね、活用するような努力をしてください。もう中学生だから言われなくてもわかると思うんだけどね。はい、じゃあ、今日の授業はここまでにしますよ。じゃあ、お疲れ様でした。